こんにちは、サラメさん長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん大切なのは、皆さん言い換えを探すことですからね。長文読解では言い換えが重要というところです。そしてその言い換えはじゃあどっから見つかるんですかと言われたら、皆さん一文の後半をしっかり見てくださいね。そしてそれをもう少し詳しく言うと、このあたりですね、そしてさらにこのあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、駒澤大学行ってみたいと思います。本日の長文は内容一問題でございます。で、5問全部いけますのでよろしくお願いします。サミさん、第一段落でございます。この段落でこの問いの一番ですね、解けるかと思いますので、ちょっと考えていただけると嬉しいかと思います。で、皆さんヒントにしそうなところにちょっと線を引っ張ってみました。で、皆さんフェアですねという単語というのは、まあ2つの意味があって、1つはファンフェア、もう1つがマーケットということですね。で、それを皆さん段落の最終文で、商業の場所でもあり、なおかつ娯楽の場所でもありますよというふうに結論付けておりますので、これでいけそうですよね。ですから正解は A ということでよろしいかと思います。皆さん、これは皆さん related to each other ということで、お互いに関係性がありますよねということでよろしいかと思います。もちろん、商業の場所でもあり、娯楽の場所でもあるということですので、関係性につながっていきますよね。で、皆さん、他の選択肢ですね、ダメそうなところにちょっと×をつけてみましたので、参考なさっていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、ヒントにしたところでございますが、例えばこの辺りであれば、コンプライシスという一般動詞の右側、そして B 動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。それでは続いて第2段落でございます。皆さん一読をしていただいた後、皆さんこの問いの2番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん設問の指示のですね、コマース&ビジネスがですね、こちらに書いておりますので、この下線部を含んでいる文章中からヒントがもらえますよね。ですから選択肢でソリチュードが正解ですよね。皆さん本文見ていただきますと、キュアーズアイソレーションということでございますので、孤立を治療してくれるということですね。ですからコマースとビジネスとアイソレーションは全く相反するものでございますので、説明の指示になる通り、ノットインクルーディットにちゃんとつながっていきますよね。ですからアイソレーション、孤立と選択肢言い換え可能なでですよね。ソリチュードが正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんヒントにしたところですが、これですね。前置詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いて第3段落と第4段落でございます。一読をお願いいたします。さあ皆さん、問いの3番でございますが、この第4段落ですね。そこから皆さん判断できるかと思いますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントはいろいろあるかと思うんですが、例えばこのあたりですね、自分の人生を維持するという話がありそうですね。もしくはデザイアの話もありますね。これもヒントの一部になってくれてると思います。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。例えば皆さん、maintain their lives、人生を維持する、生活を維持する話がここにつながりますよね。そしてデザイアの話もしっかり書いております。そしてコンペティティブセッティングもここですよね。ですから言い換え可能ということでバッチリです。で、皆さんヒントにしたところですが、例えばこの辺りだったら前置詞の右側、一般動詞の右側、そして皆さんこれも前置詞の右側ですね。これもそうですね。within 前置詞の右側ということで、情報構造バッチリです。
デビさん、ダメだった選択肢ですね、どのあたりがダメですかというところをちょっとバツしておきましたので、これも参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ、続いて問いの4番でございます。先ほどと同じ第4段落から考えていただけるとよろしいかと思います。デビさん、ヒントになりそうなところにちょっと二重防線を引っ張ってみました。チートですが、これ人を騙すこと、不正行為ですからね、それを使ってでさえ他者を打ち負かしたい、他人に勝ちたいということですね。これはまさにいけるんじゃないですかね。ですから正解は B ですよね。特に皆さん文末に Make some people want to cheat ということで、他者を騙したいという話がしっかり書かれておりますね。ですので二重防線のところとバチです。で、皆さんヒントにしたところですが、このあたりでよろしいかと思います。もちろん前置詞 with の右側でございますので、情報構造バチです。で、バツになった選択肢がなぜダメなのか、どこなのかというところをちょっとこういう感じで示しておきましたので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。それでは最後の問題でございます。同じく第4段落からいけるかと思いますので、よろしくお願いいたします。で、皆さん、おそらくヒントはですね、このあたりではないでしょうかね。ですから正解は D ですね。フェアとはライフ、人生そのものということで問題ないかと思います。で、もちろんヒントはこれですよね。人生をサステイン、維持することであるという話がしっかり書いておりますので、バッチリです。で、皆さん、ヒントにしたところはここでよろしいかと思いますが、前置詞の右側ということで、やはり情報構造バッチリです。サミさん、お疲れ様でございました。さあ、講座役の内容一致問題5題扱ってみましたが、特にとっても難しいという感じではないんじゃないかなという感じがいたします。ただまあ、試験本番中余裕を持って、裁けるようにするためには、やはり G マーチですよね。学習院とか名詞とか、このあたりの過去問ですかね。で、練習をしておくと当日余裕を持って解けるかと思いますので、頑張りましょう。